皆さんこんにちは、のこです。今回もご視聴くださりありがとうございます。今回はホンダ Nボックスカスタム、エンジンをかけたままロックができるキットのご紹介です。夏本番、皆様はいかがお過ごしでしょうか。真夏の炎天下のドライブ、エンジンを切ったままの駐車は短時間でも車内が高温になってしまいますよね。お子様やペットを連れてのドライブで急にトイレに立ち寄りたくなった時に、やむを得ず車内に残して短時間車から離れるなんてことはありませんか。または炎天下で乗車する際にハンドルが握れないくらい熱くなっている、でも通常はエンジンをかけたままロックすることはできません。しかしロックをせずに車を離れることはセキュリティ的にも心配ですよね。私もワンオペで愛犬とドライブをした際に暑い時期のトイレ問題に悩んでいました。トイレが混雑している時は車内に残したままの愛犬が心配で一旦トイレを我慢してという経験もあります。そんな時のお助けアイテムがエンジンをかけたままロックができるアイテムになります。こちらを概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければチェックしてみてくださいね。では早速製品の取り付け方法をご紹介します。まず取り付ける場所です。ハンドル下のヒューズボックス左上、こちらになります。こちらのカプラーの爪を押さえながら外します。取れた、取れました。ちょうど取れてる。外したカプラーに製品のメスのカプラーを接続します。製品のオスのカプラーを先ほど外したヒューズボックスに取り付けます。製品のカプラーが緑色の点滅をしていれば取り付け完了です。では早速動作確認をしてみましょう。エンジンをかけたまま起車するとビビビッと警告音が鳴ります。スマートキーを持ったままロックボタンを3秒長押ししてロックされます。同じようにもう一度3秒長押しでロック解除されます。スマートキーを車内に置き忘れてもロックはかかりません。助手席側も同様にロックボタンを3秒長押しでロック解除ができます。後部座席のスライドドアはスマートキーを携帯している人が近くにいるとロック状態でもドアが開きます。携帯している人が 1.5 メートル離れるとロックされます。これで無理なく安全にドライブを楽しむことができます。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が参考になりましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。では次回の動画でお会いしましょう。 See you!